スタジオ。どうもこんにちは、ギタリストのまっくんです。1ミリも知らないけれども初見で聴いてみたシリーズ、イエイ。今回の楽曲はこちら、ボン、YOASOBIさんで三原色ですね。ずっと待ちわびてました。曲が確か2月か3月あたりから出る出るって言われてて、でいつ出るんだろうなとずっと待ってましたよ僕は。じゃあこの曲の概要なんですけれども、7月の2日にリリースされました。ちょうど今日ですね、今日リリースされました。こちら曲のタイアップがございます。NTT ドコモのアハモの CM ソングに起用されております。コンビニとか、まあ、YouTube とかのチャンネルとかも結構気をつけてたんですよね。まあ、僕プレミアム会員なんで YouTube は広告流れないんですけど、あとテレビだったりラジオだったりね、めちゃめちゃ気を使ってました。で、こちらの曲の元となった小説なんですけども、コミカノ雄一郎っていう方の RGB という小説を原作としております。あ、で今回新しい試みとしてこれをちょっと Amazon の方で600円ぐらいで購入しました。これ何かっていうと目隠しですね。こうやってやって人は全く見ずに弾けるんじゃないかって僕はちょっと思ったんですね。今回ちょっと YOASOBIさんの楽曲でやってみるんですけれど、一体どうなることかちょっとやってみたいと思います。それでは聞いてみましょう。どうぞ。わっくんスタジオ。YOASOBIさん待ってたよこの曲を。ずっとテレビを見ないで待ってたよ。まあ元々テレビ見ないんだけどね。今回はちょっとね、新しく目隠しをしながらやってみようと。視覚を奪われたらどこまで弾けるのか。よし、やっていこう。意外と音を探れたね。でもちょっとビビってるよね、完全に。動きがめちゃめちゃ硬いもんね。もう指先の感覚だけで弾いてます、今。結構あれだな、夜にかけるみたいなテンポ感だね。ここら辺ちょっともうなんか迷ってるな。見れないって結構きついんだね。別にこういうのが好きってわけじゃないよ。あのこの動画を見ていて皆さん、僕はこういう趣味は別に特にありません。すごいカメラ目線してるんだけど、カメラがまずねどこにあるか分かんないからね、見れないから。ブレイク返した。ここがサビかな。進行的にはそんなに難しい進行はいけません。ここでパッシングリミッシュ。おーっと、ここはいけたか。YOASOBIっぽいですね、これ今のサンドセブンスはね。そう、基本は4536です。やっぱね、これ前も言った気がするけど、やっぱ4536なのよ。なんだここ、今のなんだここ、それはわからん。さあ、目が見えないことによって起こる弊害といえば、絶対音感じゃないので、まずキーがわかりませんね。ここは何だろう、 D メロかな。半音ずつ下がっていくと、今のはごまかしか、原曲も半音ずつ下がっていったのか。そう、あとね、足元のスイッチを踏めないよ。ここはガットギターのソロパートか。ここはスキャットがある感じでしたね、今。うわ、YOASOBIっぽい。ここめちゃめちゃ YOASOBIっぽいぞ。でもやっぱ目が見えないだけで難易度くっそ跳ね上がるわ。これは難しい。ちょっとね、みんなもね、楽器やってる人ね、ピアノでもギターでも何でもいいんだけど、ちょっと一回目隠ししながらやってほしい。ここはね、そうだね、マイナーがメジャーになるってことですよね、今ね。もう半音ずつ下がっていく。ここのパッシングリミッシュね。ここでサビに入るね、また最後。おっと、ブレイクは成功したけど転調したね。でもよかった、まだ半音しか転調してないわ。夜にかけるだと一回マイナス2して、そこからプラス3するからね、もう謎よ。それを思うと今回まで優しい。これはもう完全に耳頼りです。そしてね、このアイマスクを選んだ理由は、なんかちょっと面白いでしょ。いや、わかんないけど、滑ってるかどうかわかんないけど、滑ってたらごめんなさい。もう完全にここは音頼りですね。耳しか頼ってません。耳しか立たんぞ、こんな。あ、なんかいい感じ締めたような気がする。
はい、皆様いかがでしたでしょうか。今回、YOASOBIさんの楽曲、曲のテンポとかノリとかっていうのは、夜にかける歌ったりとか、ほとんどノリが一緒。コード進行自体も、あんな感じの進行なんですよ。同じような進行は使ってるんですけれども、ただちょっと聞き取りづらかったのが、若干ラテン調だったよね、リズムが。ドラムがちょっと、スネアの位置だったりとかっていうのが、ちょっとラテンっぽかったり、コード進行自体は、そこまで難しくはなかった。バッシングディミニッシュだったり、怪物の時もそうだったんだけど、半音ずつ下がっていく進行、このパターンでしたね。だから怪物の最後のサビと同じようなパターンだった。ただそれをパッてこの目隠しの状態で弾けるかどうかって言われたらやっぱ弾けなかったですね。うん、むずい。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はお任せしますが、僕にリクエストや質問がある方はコメント欄からお願いします。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。